からは瀬戸慎介先生にも登場していただきました。よろしくお願いします。瀬戸先生もいろいろ林先生に喧嘩術についてお聞きしたいということがいろいろあるんで、はい、ちょっとこのね、ここから面白いやり取りをちょっと聞いてみましょう。はい、なんかもうどんどん聞いちゃってください。いいですか。まあ本当単純になんですけども、はい、今までね、林先生こそそういう中で喧嘩してきた中で、はいはい、一番ピンチっていうのはどういう時だったんですか。まあ多分私が水路の中を水路用水路もありますし、ね、盛り場の中に、はい、まあ、当時何とかよく分かるんですけど、今は道になってますけど、はい、用水路がありまして、その用水路の中をですね、まあ、簡単に言うと薬剤チンピラに追われて走って逃げて何回もひっくり返ってですね、もう死ぬかと思いましたね。もうむちゃくちゃ怖い思いをしたことがありますが、人間って一回逃げるとですね、もう向き合えないと言いますか、もう逃げる以外ないっていうぐらい背中にがもうゾミゾミするぐらい怖いっていう、はい、それが思い出しますよね。それは目の前にいる怖かったというのとまた別の怖さと言いますか、追われる怖さ、追われる怖さと言いますか、一回逃げるともう精神的な意味で立ち向かえないと言いますか、はい、一回よくね、戦争なんかで兵隊が一回逃げ出すのも、うん、そのまま崩れちゃうっていうと、うん、精神が崩れちゃうんですよ。だからもう一回そこで立ち止まって戦えじゃねえかって言われて、いいいいいいって、それも無理ですね。なんかこう映画みたいに描けないもんなんですね。こう逃げててやっぱり戦うぞ、まあ、まあね、そういうシチュエーションありです、はい、ありますけど、私の場合はそれはちょっと難しかったですね。まあ人間ができてないっていうのはそれまでですけども、いや、やっぱ一回逃げるともうただ怖さが先に出てしまうというのは、まあ正直なところですね。なるほど。昔から戦争なんかでもね、しんがりであれするのが一番の、しんがりが一番危険だっていうね、優秀な、まあ、あれ将校と言いますかね、大将だって言いますけど、うん、そういう意味では優秀な大将じゃないですよね。林先生がその喧嘩で逃げたのはそのシチュエーションだけですか。逃げたのは、まあ、基本的にはそれが一番大きいですよね。あとはただ相口、さっきじゃないですけど、相口作られたら逃げることもできなかった逃げられなかったという固まってしまったというのもありますけどね。ああ、もう体が動かなかったってことですか。そうです。なんていうんですかね、蛇に睨まれたカエルっていう、飲まれるって言いますかね、はい、こうやってね、なんとなく瀬戸先生ほど言おうとじゃないけどそんな感じですよ。こういう色の白い色の白いね、もっと背が小さかったですよ、もっと小さかったですけど、こうやってこっち向いてその他のやつを脅してたんですよ、はい、うちの会社のやつを、はい、で俺横からこうやってバーッと行った時はこうやってバッと向かい、はい、こっち向いたんですよ、あいくつ持って、はい、でこっちだけこうやってガッと見つけた時に俺スコップ持ってたんですけど、ガッとこうやったらってかさまちてしまって、でその時になんていうんですかね、こういう怖い顔だったらまだ謎なんですよ、はい、半面蒼白で痙攣、はい、してるわけですよ、はいはい、あんなの初めてなんですよね。で、なんつうんですかね、プーンって真っ青の顔してこうやってって言われた時に、ね、と思っていきなりそのパッとかでわって言うんですよ、はい、それでまあ動けなかったっていうか、へでね、助けにみんな来たんで向こうにいたんでよかったけど、まあそうでなかったら向こうがわーっと行ってきたらあーって刺さった気はしますよね。もうその時はどっちかというともうね、林先生の方が長物を持ってるわけですから、はい、そうはそうですね、それでまあ現実は引っ張られたかもしれませんよ、はい、それは分かりません、イフですからね、はい、でもとりあえずね、体が固まってしまって夜精神的に飲まれたっていう、だから精神的なことが多いですよ ね、はい、飲まれてしまって動けなかったっていう。まあでもそれすごく僕も田舎で、はい、夜に野生のイノシシと出会ったんですよ。1対1、はい、もう全く動けなかったです。ちなみにどういうシチュエーションですかそれ。いやもう本当に町まで降りてきてたんですよ。よくありますよね、はい、うちも道場にあれ近くにイノシシみんなで壊しますけど、もう何をするわけでもないんですけど、もう通りかかってもう山の中じゃなくて、はい、町の中でもう動けなかったですね。うちも山さん、うちの道場ご存知ですけど、すぐそばランニングに行く山がすぐそこにありますけど、そこはイノシシの巣ですから、
でちょっとあの5時ぐらいになってちょうどこの時期ですよね、うん、薄暗くなった時に神社の境内から山へ上がってくるようになってるんですけど、その神社の境内でたらーっとうちの選手が走ってたんですよ、うん、でそこちょうど軽い坂なんで、私もあの若い時に上り坂で走って下り坂でスピード練習みたいなやるとちょうどいいところなんですよ、はい、でそこを走って上まで上がってってこうやって言ってるんで、そいつも夕方暗いけどと思ってドーッと上がってたんですよ、はい、で最後階段をタタタタタってハーって言ったら目の前にイノシシがワーッギャーって見えて帰ってきたって言うんで上がろうって毛の一つも入れろって言って話したことあるんですけど、それは生徒さんな、うん、そう、うちのお宅なんですけど、宇田選手ですよ、プロもやったことありますけど、で、そこであの私が向かい合ってイノシシに蹴り一発入れたら一段上げてやるって、そういう話をしたんですけどイノシシにね、蹴りは難しいと思いますよ。あ、ね、向かい合ってるやつは怖いですよね。だって俺、あの、あれですもん、鹿と戦ってやられました。鹿と戦ったんですか。鹿は強いですよ。鹿強いですよね。ヤギ強いですよね。めちゃめちゃ強いですよ。何と戦ったの。いや、あのヤギは普通に近所で裏山で飼ってるんで、はい、みんな、はい、で子供の時にこうやってヤギ構って遊びじゃないですか、はい、でヤギはスノーテンのこの頭のね、はい、下の部分でグローンってやる。あ、それそれそれ、わしもぶっ飛びますよ。奈良で鹿でこうほら親山下角だから角を割ろうと思ってやったんですよ、はい、死闘で、はい、したら怒って、うん、奈良県庁に俺行ってやろう、ここでね、乗っけるんですよ、あいつら、うん、え、ブーンと取れるの、ブーンってやったら俺、もう数メートル飛んでて、よく生きてましたね。いやいや、あのその後、襲ってくるのかなと思ったら、うん、フンって行って、どっか行っちゃいましたけど、すごい余裕がありますね、うん、達人の域ですね、それと、あの痛くはないんですよ、その代わり、あのあれで、なんていうの、ふわーっと上げられたんですよ。そうそう、さっきのレスリングと一緒で、リフトされた、重心全部浮いちゃう。あれ怖いですよね。もう本当空中ですよ。その初めてが、ほら、なんかスペインの闘牛とかなんかで上に上げられてるじゃないですか。上げられてるんですか。あいつらね、だって下からね、上にこう乗っける構造になってる。あ、こうやってあのこうすくいますよね。そうそうそう。で、鹿ってこうやっていっぱいこう階段状にあるから、全体で引っかかる。なるほど。こう強いと思いましたよ。